前の試合では引き分けとなり勝ち点1を獲得しました。この試合では勝ち点3が欲しいところです。レフリーはドブロスラフ・ドゥムラさんです。ボールを奪いに行くのはリオネル・メッシー。ソング、メッシに注目しましょう。サイドに展開されましたが、ここでカット、ファブレガスです。さあメッシです。フェルナンド・トーレス持ち込んできた。相手にボールが渡りました。このクロスは得点になりません。ここでためを作ります。メッシ、アレクサンドル・ソング、ゴール決まった。ここで先制点決まりました。このシュートは1本目ですよ。ナイスヒットです。別の角度からご覧ください。試合は早くも先制点、立ち上がり6分、得点が生まれました。モドリッチ、フォワードはやりやすいでしょう。彼のパスは素晴らしいですよ。モドリッチ、ネイマールが絡んでいきます。ループボールになっています。サポートも寄っていく。ヘディングシュート、またもゴールです。この動きがモドリッチのプレーです。マルセロ、この選手がモドリッチです。ここにいるのはネイマー、フェルトンゲン、ヤング、この選手がヤングです。ゴールキックへと変わります。に注目しましょう。サイドに展開されましたが、ここでカット、いいタックルだ。ボールをキープしました。セスク・ファブレガス、これは来た、オフに当たってしまった。ネイマールが抑えます。ネイマールがいます。うまく届きますか。フェルトンゲン、フェルナンド・トーレス、フェルナンド・トーレス持ち込んできた。さあメッシです。ソング、強い、体をうまく使います。ボールを取った。ピケ、アレハンドロ・サンチェス、ボールにはファブレガス、ヤング、中に人は、体を寄せる、体に当ててクロスをブロック。ファンフラン、ソング、
ここはうまく取りました。よく見えてましたね。セスク・ファブレガス。ネイマールが絡んでいきます。このボールは許しません。しっかりとケアされています。ボールがフリーになりました。この選手がモドリッチです。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。いい形でゴール前まで持ってきました。意表を突くパス。さあ味方が上がっていきます。抜群の存在感、ペペ。セクシーなボール回しです。ネイマールが絡んでいきます。強いんです。ボールコントロールを誤りました。ルカ・モドリッチ、もうプレーが止まります。流しません。ラスト、早いリスタート。フェルトンゲン、スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。再び足元へ戻されます。ここでボールを取ります。シャビアロンソ、マルセロ。前半が終了しました。スコアは2対1、1点のリードでハーフタイムを迎えます。後半戦が始まります。ネイマールがいます。うまく届きました。パンチングで弾く。この動きがモドリッチのプレーです。サンチェス、ボールの動きが激しい。セルヒオ・ラモスが絡みます。注目しましょう。合わせられるか。ネイマー、素晴らしいヘディングです。
胆にチームをいじります。ハムシク、ボールにはファブレガス、バレンシアが抑える。モドリッチ、いい連携です。マレク・ハムシク、アロンソ、この動きがモドリッチのプレーです。ここはチャンスです。彼のシュートはいつも枠に行きます。ファブレガスです。ここはプレーオンです。アルバロ・ネグレド、ボールはどちらにこぼれるか。バレンシアが抑える。バレンシア、狭いところでボールを取ります。さあどうする、振り抜いた、ボールのコースが変わる。ネイマールが抑えます。ナイスです。メッシに注目しましょう。イエローカードが出ました。注目しましょう。鋭い読みで確保。ベルトンゲン、ここはアルバロ・ネグレド、ここで打つ。このシュートは外れました。点差を縮めることはできませんでした。コーナーに向かいます。このヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。ピケ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。ネグレド、このクロスに合わせたい。リオネル・メッシ、パスを2人で交換します。モドリッチ、ネイマールが抑えます。味方が走ってくる。攻撃を厚くします。ここにアルバロ・ネグレド、サイドに展開されましたが、ここでカット。前出た、狙っていった。追加点を狙ったシュートでしたが、シュートは枠を捉えられません。突破は素晴らしかったんですが、外れましたね。ここにバレンシアがいます。ここまで出ています。ボールはどうだ。難しかったですけど、よくしのぎましたね。ソング、リオネル・メッシ、メッシ、
決めたと言わざるを得ないでしょう。そうですね、ちょっとここからの逆転というのは難しいですね。うん、しっかりいい位置を確保してのヘディングでしたね。試合も終盤に差し掛かりましたが厳しい展開になっています。ボールがこぼれた、どちらが取るでしょうか。ファンフラン主審が試合を止めます。イエローカードが出ました。ファンフラン、トング、メッシに注目しましょう。メッシクロスを出した。マレック・ハムシク、アルバロ・ネグレドです。ハムシクがこの位置です。バレンシア、ボールを取りに来ました。ネグレド、このクロスに合わせたい。セスク・ファブレガス、中に人は、これはもらった。見事なヘディングです。ここでゴールを決めました。ですが点差はまだまだ大きいままです。いい形でのゴールでしたから次につながると思います。降格圏からの脱出は気分がいいものです。今日の3ポイントはとても劇的でした。これで安心してはいけませんよ。そろそろ時間となりました。では皆さん、さようなら。